サステナブル県長崎、未来のためにできること、 SDGs 持続可能な17の目標。今日はこちらの取り組みを紹介します。細かく書き込まれた線画や鮮やかな色使いの風景画、展示されているのはすべて障害者が描いたものです。去年9月、諫早市にある美容室フラクタルデザインで、これらの作品や雑貨の展示販売会が開かれました。作っているのは佐世保市の港町ファクトリー、障害者の就労支援事業所です。デザイン画の中心人物の一人、豊島ライトさん。細かい線で描く独特のタッチに定評があります。色鉛筆を何色も重ねて描く人物や風景は、手描きながらグラフィックアートのようにも見えてきます。僕の絵が気に入ってもらえれば嬉しいです。社会と障害者をデザインでつなげようと考える港町ファクトリー、商品の企画から製造販売まで社内で一貫して行っています。およそ60人の障害者がそれぞれ得意とする作業を分担して働いています。商品が販売されたものが皆さんの工賃にやっぱりなっていきますので、そういう点でもこう長くですね、続いていけるような活動ができればと思っています。港町ファクトリーとフラクタルデザインの理念が一致し、開かれるようになった展示即売会。こちらの女性客はカードケースとポーチを購入しました。とても気に入った絵だったので、もうどちらかというとそういう就労支援というよりも自分のなんかこう欲しいものとして、こういうアートに自然に生活の中で触れるっていうことが、なんか心を豊かにしてくれるし、喜びながら笑顔になりながら社会貢献ができるっていうところがすごくいいなと思います。好きなアート作品を購入するだけで障害者の働きがいや支援につながる SDGs の活動です。